グラスホッパーはイギリス海軍の川洋砲艦。ドラゴンフライ級。グラスホッパーはバッタを意味する。1937年8月9日、中国の河川に配備されている川洋砲艦の大艦の一跡として発注。ウールストンのソーニクロフト社で1937年12月29日、気候。1939年1月19日浸水。 1939年4月、グラスホッパーは自力高校で中国へと向かった。グラスホッパーは香港で1939年6月1日に収益し、6月13日に竣工した。同月末、グラスホッパーはインセクト急放管、ナットの代わりとして長江に配備された。ナット上院の一部はグラスホッパーに移った。 1941年12月に日本が第二次世界大戦に参戦するとグラスホッパーは中国からシンガポールに移された。1942年1月中はグラスホッパーはマレー半島の戦いでの連合国軍の撤退を援護した。1月27日からはグラスホッパーとドラゴンフライは日本軍の進軍によって取り残された。 イギリス第53不評旅団と第15インド不評旅団の3000名近くをバツパハットの南の沼地から救出した。日本軍によるマレー半島占領後、2隻はシンガポール港へ移動した。2月9日、日本軍はジョホール海峡の横断を開始。激しい戦闘が行われ、シンガポール港内の艦船は多くが脱出した。2月11日の時点では、 グラスホッパーとナットが残っている船では最大のものであった。2隻は脱出する人を乗せて2月13日21時にシンガポールからバタビアへ向け出港した。翌日2隻は日本軍の爆撃機の攻撃を受けてグラスホッパーに爆弾一発が命中。その後再び攻撃を受けて3度命中弾を受けたドラゴンフライが沈没。グラスホッパーも2度被弾して火災が発生。 弾薬庫の隣にまで火災が広がったため、総員退官命令が出された。乗員は日本軍機の機銃装車を受けながら近くの島へボートで移動し、そこでドラゴンフライの生存者と合流した。ボートと挑発したタンコングで2月19日にオランダ領東インドのシンケップ島に着いた。負傷者を残し、2日後にジャンクでスマトラ島へ向け出発。 マラッカ海峡を通ってスマトラ島に到達し、インドラギリ川を遡った。川幅が狭くなり、ジャンクで進めなくなると、船から降り、ジャングル内を歩いて進んだが、日本軍の支配地域に入ってしまい、捕らえられた。乗員のうち二人はスマトラ島へ向かわなかった。二人はイギリス海軍予備員、カズとイギリス陸軍兵二人と合流した。 彼らは日本軍と問題が起きることを避けるためサロヤージマへ送られた。そこで船を提供され彼らはマドラスへ向かうことを決めた。そして17日間の旅の末にインドにたどり着いた。テンプレートドラゴンフライ級砲艦。ありがとうございます。